ガリー・ネビルはイングランドのグレーター・マンチェスターのベリー出身の元サッカー選手、指導者。元イングランド代表。ポジションは DEF。元サッカー選手のフィリップ・ネビルは実定である。父はクリケット選手、サッカー指導者のネビル・ネビル。妹はネットボール選手のトレイシー・ネビルである。引退後は解説者に転身。 イギリスのスポーツ専門チャンネル、スカイスポーツの解説者を務める。マンチェスターユナイテッドでプレーする、ネビル・マンチェスターユナイテッドのユースアカデミー出身。ユースの同期に、デビット・ベッカムや、ライアン・ギングス、実定のフィリップ・ネビルや、ポール・スコールズ、ニッキー・バット等がおり、1990年代中頃から2000年代初頭に、かけて、マンチェスターユナイテッドの黄金期を築いた、初位。 ファーギー・ベイブスの一員である。育成期間で磨きをかけた後の1992から93シーズン、UEFA カップトルペド・モスクワ戦にて、プロデビュー。1993から94シーズンには、コベントリー戦にて、プレミアリーグデビューを果たす。リーグ終盤でのデビューということもあり、このシーズンは1試合の出場に終わったが、 翌1994から95シーズンには18試合出場、さらに1995から96シーズンより不動のレギュラーとなり、選手として大きく飛躍する。2005から06シーズン途中には、ロイキーンの電撃対談を受け、チームのキャプテンに任命される。地元出身者として初のキャプテンとなった。1994から95シーズンにポジションを、 獲得して以降、常に安定したパフォーマンスを披露し、彼の突出したリーダーシップと普段の生活態度、クラブに忠誠を誓ってきたこと等を考えるとネビルがキャプテンに任命されたのは自然な流れであった。チームにとって9回目のプレミアリーグ優勝で、ブライアン・ロブソン、スティーブ・ブルース、エリック・カントナ、ロイ・キーインに続き、ネビルはトロフィーを掲げた5人目のキャプテンになるという、 自身長年の夢を実現した。2007年3月17日、オールドトラフフォードでのボルトン戦にて試合開始わずか11分で足首靭帯を損傷。13ヶ月ぶりの出場となる2008年4月9日、UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝、セカンドレグ AAS、ローマ戦で復帰。2011年2月2日に現役引退を表明した。 代表デビューは1995年6月3日に行われたアンブロカップの日本戦。若干20歳でデビューを飾ると、その後ユーロ1996、1998、FIFA ワールドカップなどで活躍、2002FIFA ワールドカップ、欧州予選でも7試合に出場し、出場権獲得に貢献し、同年2月13日のオランダ戦にて、 代表50キャップを達成した。ワールドカップ本大会は、大会前の4月レバー空前戦にて中足骨を骨折死亡に振ったが、怪我が癒えるとすぐに代表復帰を果たし、ユーロ2004-2006フィーファワールドカップと出場を果たしている。準々決勝のポルトガル戦では、後半7分にデビット・ベッカムが右ふくらはぎを痛め途中交代したため、途中から キャプテンマークをつけてプレーした。その後は、怪我が続きクラブでもレギュラーを失うが、2009年5月24日に2010年、W 杯欧州予選のメンバーに選ばれ、代表復帰を果たした。85キャップ目を記録した2007年のスペイン戦以来の代表復帰となったが、試合に出場することはなかった。この代表復帰について、 イングランド代表元キャプテンのジョン・テリーは彼のドミよくさを見ることができて素晴らしい気分だ。彼は僕を含めたチームのみんなにとって素晴らしいお手本なんだ。彼は偉大な選手でありチームに必要な存在だよ。メンバーから外れたとしても懸命にプレーして良い動きを見せられれば復帰できるということをネビルは証明してくれたねと34歳のネビルが代表選手として 国際舞台に復帰することを喜んだ。ネビルの引退を禁令し、5月24日にユナイテッドはオールドトラフフォードでユベントスと親善試合を行った。この試合には、バット、フィルネビル、ベッカム、スコールズ、ギグスラ、ファーギー・ベイブスが一堂に会した。この試合には、FC バルセロナとのチャンピオンズリーグ決勝を控える。 ウェイン・ルーニーとギグスも30分間プレーし、ギグスのアシストからルーニーが先制点を決めている。なお試合はシモーネ・ペペとマヌエル・ジャンドナーとの得点でユベントスが勝利を収めた。また8月5日に行われたスコールズの引退試合であるニューヨーク・コスモスとの一戦にも出場した。引退後は解説業を行っているが2012年5月に ロイ・ホジソン監督率いるイングランド代表のコーチングスタッフに任命された。2015年12月にスペインのバレンシア CF の監督に2015の16シーズン終了時までの契約で就任したが、成績不振により2016年3月に解任された。なお弟のフィルネービルは前任監督下でのヌーのエスピーリト・サントのコーチングスタッフの一員で、 そのまま留任となっている。株組織からユナイテッド一筋の偉大なキャプテンの一人。強い精神性を持っており、サイドバックでもセンターバックでも DFG にとって彼の存在感は非常に大きく、監督アレックス・ファーガソンは長く第一線で活躍し続けた生え抜きの3選手、ギャリー、ライアン、ポールはマンチェスターユナイテッドの魂だと称賛している。長年クラブ。 代表で右 SB を務め、ユースから右サイドでコンビを組むデビッド・ベッカムとの相性は抜群で、ベッカムにギャリーは僕の影のような存在。プレーにおいて切っても切れない存在だと言わしめている。ベッカムがユナイテッドを退団して1年後に迎えたユーロ2004、その後の2006フィーファワールドカップでも歩調が乱れることはなかった。また、 元マンチェスターユナイテッドのアーサー・アルビストンは2008年4月9日 UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグ AAS ローマ戦で13ヶ月ぶりにネビルが復帰した際にネビルの価値には値段がつけられない1年半も負傷に悩まされていたけれど彼がポール・スコールズやライアン・ギグスらと共に積んだ経験は非常に重要なものだ まだシーズンの半分が残っている段階で、復帰できたのは素晴らしいことだと大いに喜んでいる。しかし一方で2010年1月19日、カーリングカップ準決勝のマンチェスターユナイテッド対、マンチェスターシティの試合において、元マンチェスターユナイテッドのカルロス・テベスが古すぎ、対して2点取った際に、テベスに対して中指を立てる行為をするなど、シティ戦での問題行為も見受けられる。 また、この試合の前には、テベスに対して、テベスには2500万ポンドの価値はないなどと、コメントしている。引退時に、自身の後継者に、ブラジル人ミニ s b e のラファエルを指名した。クラブ個人、ありがとうございます。